坊主。坊主はいいな、元気で。そうか。おじさん、今日は疲れてるから、またな。もう時間遅いわよ。さ、帰りましょう。じゃ、夜更かししないで早く寝るのよ。バイバイ。今日は三人で遊園地に行こうと思ってね。え、おばさんにお願いされてるの。ひらり酒ちゃん、早く行こう。はい、遊園地だ。はいはい、二人ともちょっと待って。何を乗ろうか。うん、行こう。ひらり酒ちゃん、高いけど大丈夫？ひかりちゃん、大丈夫だよ。大丈夫？じゃ、乗りましょう。すごかったね。お家見えた？ちゃんと見つけてくれたんだ。嬉しいな。よかったわね、ひかりちゃん。二人ともちょっと待って。じゃ、みんなでかぼちゃの馬車に乗りましょう。楽しかった？うん、すごく楽しかった。どう？よかったわ。
じゃあ、そろそろ帰りましょうか。へぇ、もう帰るの？もっと遊びたい。あんまり遅くなると、おばさんたち心配するわよ。そうだ、最後に3人で写真撮りましょう。写真？ね。2人ともいい？うん。じゃあ撮るわよ。じゃあ、元気でね。ほら、ひかりちゃん、ちゃんとお別れしなきゃね。
新入生の諸君、入学おめでとう。わしがこの高校の校長、バカレタダーンである。我が高校のモットーは自由。生徒の自主性を尊重し、その手助けをすることこそが使命。諸君らも勉強に、スポーツに、遊びに、恋愛に、後悔のない高校生活を送ってほしい。以上。頃みたいな泣き虫じゃなくなったよ。あー、泣かせたのは君なんだぞ。偉人帝国に殺された父の形見、ゴッドリラーを操り、クモゲラーを撃退したタケシだが、偉人帝国の魔の手が再び草津研究所に迫る。次回、ゴッドリラー決戦、三大メカ昆虫。